この時間は投資信託のコーナーになります。本日のゲスト、朝日ライフアセットマネジメント投信事業部、坂田康弘さんです。坂田さん、こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハイリス日本株ファンドということなんですけども、特色まず教えていただけますか。はい、当ファンドですけども、今年の1月16日に、公募向けファンドとして設定されて、それ以前は2011年9月より円建てで年金基金向けファンドとして運用されてきました。運用を助言するハリスアソシエイツ社がグローバルな視点で分析を行っており、投資する日本企業を世界の競合先と比較し、その企業の持つ強み弱みを適切に把握しています。その中から企業価値に対し割安な銘柄に厳選し、15から30銘柄程度に集中投資を行います。またバリュー株運用に定評があるアメリカのハリスアソシエイツ社から助言を受け、当社が運用を行っております。ハリス社はアメリカのシカゴを拠点とし、シカゴからグローバルに株式投資をする株式の運用会社で、世界的に高く評価されています。運用資産残高は今年9月末で日本円にして約14兆円です。当ファンドは特化型運用を行います。銘柄を組み入れた後に特定の銘柄への投資が集中することがあり、組み入れ率が 10% を超える可能性があります。分配方針は2種類ご用意しておりまして、資産成長型と年4回決算型があります。年4回決算型は1、4、7、10月の各9日に決算を行い、分配方針に基づいて分配を行います。両ファンドとも新ニーサ対象ファンドとなっております。新ニーサ対象ファンドということですが、今お話を伺っていると、ハリス社さんが当ファンドのこのファンドの助言をするということですが、そのハリス社の運用の特徴、どんなところにありますか。はい、こちらはハリス社の基本的な投資アプローチをイラスト化したものです。まずハリス社は徹底的な企業調査で独自に本来の企業価値を算出します。このチャートでは赤色の実線です。株価は中長期的にはこの本来の企業価値に修練していくと考えています。ハリス社のリサーチの目的は、この本来の企業価値をいかに正しく算出するかということになります。この本来の企業価値を 100% とした場合に、実際の株価が 70% 以下で取引されているものを割安とし、買い付けを行います。このチャートではこの赤色の点線が 70% のラインとなります。そして買い付けた銘柄はハリス社が算出する本来の企業価値に到達したら必ず売却します。この安く買って目標に到達したら売るというシンプルな投資行動を、どのような相場環境にあっても感情に惑わされず一貫して行うのがハリス社の運用です。株式市場は特に大きく動きますが、企業のブランド力だったり、あるいは技術力、こういった企業の強さといった長期的な稼ぐ力というのは、株価のように短期的に大きく上がったり下がったりするわけではありません。ハリス社の見解では、多くのケースにおいて株価が短期的なニュースで大きく動いたとしても、株価の動きが示唆するほど本来の企業価値は動いていないと考えています。この短期的な変動を利用して長期的な観点で投資するのがハリス社の運用です。つまり時間を味方につけて運用を行うということになります。そしてこのようなアプローチで運用した結果が当ファンドの運用実績となるわけですが、次のチャートをご覧ください。これ設定来で良好なパフォーマンスに見えますし、7、9月は日本株式市場軟調でしたけども、ハリス日本株戦略は参考指数を大きく上回る実績になっているということですね。はい、日本の株式市場は海外市場と比較してインデックス投資の割合が低く、ハリス社が実践するバリュー投資が効きやすいと考えられます。当ファンドは銘柄数が25銘柄程度で、一般的なファンドよりも銘柄数は少ないですが、一つ一つの銘柄に対してきめ細かい対応ができるからこそ、8月の下落時にも下落幅を抑制し、その後の株式市場が軟調な局面において設定来の最高値を更新できたと考えられます。こちらのページの右側にある表は、過去の当戦略と2月からマザーファンドのパフォーマンスを表しています。設定来では参考指数を上回って上昇しており、年率 15% 程度のリターンを継続し、中長期で良好な運用実績となりました。次のページの年度別騰落率を見たいと思います。過去の実績を見ると、銘柄数が少なくても下落局面では参考指数と同じ程度の下落幅になっているということですね。はい、この点がバリが効いていると考えられる理由です。またその後の上昇局面では概ね参考指数を上回る上昇となっています。
例えば2011年の下落局面では同程度の下落幅でしたが、その後2012年から2014年の上昇時で参考指数を上回る実績となりました。また2018年の下落時も同程度でしたが、2019年から2021年の上昇局面で参考指数を上回る上昇となりました。足元の動きについて確認したいと思います。こちらの資料ですね。はい、はい、こちらのグラフは今年の6月末から9月末の四半期での参考指数との騰落率の比較を表したものです。株式市場は7月の下旬から崩れ出し、その後8月5日にかけて大きく下落しました。当ファンドも下落しましたけれども、グラフから見て取れるようにですね、下落幅が抑制されているということがご覧いただけるかと思います。またその後のリバウンド局面では参考指数を上回って上昇していることがわかると思います。8月から続いた軟調な相場だったんですけども、ハリス日本株ファンドが良好な実績を出せたっていう秘訣なんかあるんですか。はい、このような動きとなっている理由についてですね、次のページ以降で説明していきたいと思います。まずこちらの金融政策などに見られるようにですね、世界市場で起きたことがですね、少し遅れて、日本でも生じております。ハリス社というのはですね、グローバルな視点で次に日本市場でも起こることを考察することができると考えております。その中でハリス社はセクターの判断においてはデフレ経済の脱却を見据えた銘柄構成としておりました。デフレ経済で各種物価やサービスが下がる中で情報サービスの受注価格も低下していましたが、2014年頃から上昇に転じました。コロナ禍を経て企業のデジタルトランスフォーメーション化が進み、グラフからも見て取れるように足元ではさらに上昇基調にあります。人手不足からシステムエンジニアなどの高スキルの人件費というのは上昇の意図をたどってきましたが、それは情報サービス産業においてはコストを意味するものですので、コストは上昇した一方で情報サービスの価格は2022年後半まで横ばいとなっており、価格転嫁ができておりませんでした。ハリス社はですね、企業へ取材を続ける中でシステムインテグレーターが値上げできる環境が整ったとの感触を得て、それがようやく結果として現れてきたと考えております。2014年からそのようなことが顕著に見て取れるということですね。グローバルな視点で見ているからこそ、海外で起きたことがその後日本で起きることを考察しているというお話だったんですけども、人件費の上昇あるいはその情報サービスへの価格転嫁によるハリス日本株ファンドの組入れ銘柄で恩恵を享受しているのはどういう銘柄になりますか。ハリス日本株ファンドでは人材派遣業からリクルート、パーソルホールディングスなどを組み入れています。システムインテグレーター企業では TIS や富士通、ビプロジーなどの銘柄に比較的大きなウェイトで配分してきました。また金利動向に関連した銘柄は2銘柄ありまして、そのうちの1銘柄をご紹介します。次のグラフをご覧ください。ポートフォリオマネージャーのですね、エリック・リュウ氏は、日銀によるマイナス金利政策は永続的ではないとの観点でデフレ脱却から恩恵を受ける企業群に注目してきました。日本の企業がいずれ上がっていくことを見通して、2022年頃には 10% 程度組み率を高めてきました。金利上昇を見通したってことですね。まさにその通りです。はい、現在は銀行株のですね、上昇を受けて組み入れ率を下げておりますけれども、当時はまだ金利が上昇していないことからも逆張りの判断で同銘柄含めて銀行株の組み入れ率を高めていました。その結果ですね、ゼロ金利解除の高まりを受けて株価が上昇に転じ、その恩恵を享受することができました。8月以降の軟調な相場展開の中でハリス日本株ファンドが良好な実績を出せた秘訣、それは情報サービス、人材派遣、銀行などハリス社の考察洞察、こちらが正しかったという理解でいいですね。はい、まさにその通りです。当ファンドはですね、銘柄数が少ないからこそ一つ一つの銘柄についてきめ細かい対応ができておりますので、今後の相場の変動に対してもですね、柔軟に対応していけると考えております。こちらですね、ご参考までに10月末時点の組入れ上位10銘柄はこのようになっております。現状はですね、情報通信関連からですね、 TIS、富士通、ビプロジー、ドラッグストア関連銘柄からですね、スギホールディングスだったりサンドラッグ、こういったものが上位に組められております。
ハリッシュはですね、優れた事業見通し、インフレ上昇の影響を緩和できる価格決定力、為替変動にあまり依存しない、あるいは全く依存しない収益構造を持つと考える企業でポートフォリオを構築しております。同様に重要なのは、こうした企業というのはですね、企業価値に対して大幅に割安な株価水準で取引されていると考えております。これは日本市場全体と比較して非常に魅力的な株価水準であり、今後の投資機会についても楽観的であるとハリッシュは考えております。お話を伺ってくると、やっぱり本来の企業価値に修練するっていう、この投資哲学が貫かれてるっていうことでいいんですか？そうですね、ここはずっと一貫して投資哲学を貫いて運用しております。あと、これ個人の投資家さんなかなか難しいんですけども、感情に惑わされず、どんな環境であってもシンプルな投資行動をするって、これものすごい名言だと思うんですけど、はい、難しいですよね。そうですね、ハリッシュに関しましては本当鉄の心でですね、そこはもうブレないで運用しております。鉄の心ということなんですね。で、もう一つは、その短期の変動を長期の運用に利用するっていう、この発想もなかなかいいですよね。そうですね、ですので市場ではですね、短期的なニュースとかでそういったものに惑わされて売買しておりますけれども、ハリッシュというのはあくまでも企業価値に基づいて売買しておりますので、長期的な視点で投資ができるということになります。ということは、やっぱり日々の変動には惑わされない、どうしてもその日のニュースだとかにこう動揺する向きって結構多いんですけど、日々の動揺には惑わされず運用してもらうっていう意味では、こういう投資信託っていうのはやっぱりいいですよね。そうですね、おっしゃる通りです。だから、それをまだ長年貫かれてきたっていう、やっぱ鉄なんですか？そうですね、その結果としてですね、そういったニュースが流れた時に逆にチャンス、投資のチャンスになるということになるかと思います。だから、それその局面局面で見ると、これでも正しいのかなっていう疑問はある時もあると思うんですね。はい、でもやっぱり中長期に見ていくと、例えば先ほどお話を伺った、8月以降の局面で出てきた秘訣ということで、情報サービス、人材派遣、銀行、ここに対する見通しがやっぱり確固としたものだったっていうことですね。自信を持ってるからこそ下がった局面こそ積極的に投資ができるということになります。一般の個人の投資家さんだと、下がった局面って、あれ下がるかしら、もっとっていうふうになっちゃうんで、なんていうか、株価追随、トレンド追随型じゃなくて、業績根本型みたいな投資運用という理解しておいてよろしいんでしょうか？はい、おっしゃる通りです。こういうふうな運用を、皆さんもやりにくかったら、松井証券さんなんかで、ホームページで、資料を見ていただいて、ご検討いただけるとやっぱりありがたいなということですね。今日は大変ありがとうございました。ありがとうございました。